国境からさ、急に桜みんなで食べたんだ曲変わりすぎる。
風に吹かれた一体化して全部食べてしまおうか。口の中広がる桜の香り口全部食べてしまおうか。私たちの秘密海の方で口にいてしまったら一緒に涙でいつも すごいな。いい曲かも。どうしようかな。え、冬将軍のリグレットって歌い出しどんな感じだったっけ。海岸線平行に走る思い出のっていう書いてあるんだけどさ、冬将軍のリグレットどうだったっけと思った。いや、曲が思い出せん。なんだっけ。一回流していいか。確かに。冬将軍のすごい。冬将軍のって言ったら出てくるわ。Love for you, don't keep me coming back. Love for you, don't keep me coming back.
しく微笑む心であり普通に旅夢の続き何の物なのかあの時僕は気がしてどういう未来を想像してたか思い出せばあなたが遠い君を探しに例えもう一度二度だけを語り合った青春無限で例え君は抱きしめる例え会いたいずっと言えなかったことがあるんだ僕は今日までそう感じて出てないのに
で癒されるベスト本当にようこそ一人じゃなくなった運命はいつだって言うほど連れて行ってくれ人生を見つめて戻っていたい僕を送りたいとあなたが登場楽しみに戻れないつくもらった夜まで You are my best friend あそびがたくすきな感じを見つけたみたいにえ今初めて歌った初めてだった私歌うのハグだったかなちょうど今ミチュさんを使わないと聞けなくてすごい偶然偶然じゃないのかもしれないとにかくこその一人じゃなくなった本日ガブ飲みやばそれは先輩の分がなくなっちゃいますわはいわおおはよう
はよしゅくるくる寝た起きる今日はね、同部屋ね、久しぶりのくるくるなんですよ。なんかね、最近はそう、クルピピは久しぶり、クルクルいるならもう少し見ます。のびちゃんを見に来たんじゃないんかいあれいいよいいよ、うん、オールしてないよ。え、今日さ、2人してさ、お布団かぶらず寝てたよね。寝た。起きれんかったら、そう、そう、布団入ったら、布団しっかり入ったらもう、めっちゃ深い眠りに落ちちゃうから、そう、やめた、ね、そしたら、起きた、ちゃんと。すごいね。え、マジすごい。起きれた。なんかこんなにガバッて起きれたのは、うん、マジでここ2回連続同じぐらいガバッて起きれた。アラームで起きれたのすごい。アラーム鳴っても気づきにくいタイプだから。マジすごい。しかもさ、遠くの方にアラーム置いてっちゃったからさ、うん、でなんか部屋にめっちゃ響きが立ってた。夜更かし、あれ夜更かしって言うかね。いや、言わん気がする。あれは夜更かしって言わんよね。準備してた。うん、そう、もうめっちゃ寝るっていう感じ。そう、わんぱく確かに風邪ひいちゃうよね。まあまあまあ。そうね、ホテルはね、よく寝れるよね。よく寝れるベッドだったりもするよ。なんか寝れるベッドと寝れないベッドがあったりする。そう。なんか昨日の夜、あずみにちょっと頼むねって言って、うん、そう。部屋行ったんですよ。だから大丈夫だよ、あずみ、起きれたよ。くるくるの方がちょい先に寝た。うん、ドライヤーして、そう、なんか寝ちゃいそうみたいな話してたら寝て、そのまますぐ私も寝た。6時ぐらいまで起きてたら夜更かしそれも朝やん朝やんのびちゃんは3時とか4時ぐらいまで起きちゃってたらもう夜更かしよね。前回の話、前回も自分で起きたよ。自分で起きたわよ、前回も。ウェーリン配信ごめんないよ。そんな気軽にバイオリン出してたら、バイオリンちゃんの、バイオリンちゃん練習はね裏でするので、はい、たまにならしようかなって思う。一度寝たら立ち起きない。
基本起きないです。マジで寝落ちしちゃった時は一回起きる、でもマジで起きない、本当に寝に入ったら起きないです。前回も普通に、うん、のぴちゃんは夜の準備、夜と全部やって、やることやって練習とかして自分で起きて準備を置いて、そっからもうのんびりしてたって感じ。そんな前回の朝はあたふたしてないか。うん、寝落ちした時は2時ぐらいに起きたりとか、4時に起きて、でまたなんか早すぎるから寝ちゃったりとかして、そっからねマジで本当に危ない。何もなければ何時間でも寝たい方、何もなければめっちゃ寝たいです。いやめっちゃ寝たいけど夜夜更かししちゃう。うわ美味しかった。昨日変なあだ名ついたんですよ、スタッフさんにの前でめちゃめちゃいじられ、ナピのこといじってくるスタッフさんがいるんですけど、その人の前でかまたまうどんを間違えてかきたまって言っちゃって、かき揚げといろいろと混じっちゃって、そうで、かきたま先輩っていうあだ名がついた。なんかさ、私その人に会うたびに変なあだ名つくんだよね。そう、何かちょっとあると変なあだ名つく。でも次の時には絶対忘れてるから大丈夫。そう、かまたまをさ、かきたまと間違えちゃって、そうめっちゃいじられますよ。すごい恥ずかしかったもん。そう、絶対今日忘れられてるから大丈夫と思って安心しきって言ってる。そう、柿田美味しいよね、柿田先輩。あとね、他のスタッフさんにの前で柿田さんって言われたから、何って言われて、うん、この話をしたら、じゃあかきちゃんねって言われて、もうなんかどうしようどうしよう、かきちゃん、かきちゃんってやばいなってめっちゃ恥ずかしい、すごい恥ずかしいやつよこれ。マジね、そう、かきちゃん私じゃないもんね、ほんとに。かきぴです。いやー結構恥ずかしかった。で、やめて。皆さんコロナのビデオお願いしますね、かきたまじゃなくて。てへへへへへへ、もうそんな話が昨日ありました。そろそろ配信終わろうかな、15分もとっくに経ったし、30分ぐらい配信してる。キョンシーめっちゃ起き上がり方キョンシー、あ、ついてる。
終わるよ。そんじゃまたね。さんありがとう。てえアニさんありがとう。Thank you。イリムでデイビッドさんありがとうございます。ええスマサタロウさんありがとう。ナインイズラベさんできるまでありがとうございます。ナインイズ間違えたイリスハギピさんありがとうございます。セブンでシンさんできるまでありがとう。ホリタさんありがとうございます。フィットイズ上から下までグッドビッグボーイさんありがとうございます。フォッチテンファイヤーさんありがとうございます。セットイズビピピトマトさんありがとう。セカンドイズゆずきじさんありがとうございます。フォッチイズのぞみおんごさんありがとう。おめでとう。ごちそうさまでした。タレとタレとオベラ可愛いな。クルクルです。キュルキュル。行ってくるよ。バイバイ。ありがとうございました。頑張ります。 See you。それでは皆様ごきげんよう。バイバイ。そう、すっぴん。バイバイ。ありがとうございました。今日母の日？え？え？今日母の日？マジ？今日母の日なんだ。あれ5月10日だと思ってた。5月12日だって母の日。終わったのかと思った。ね、終わったかと思ってた。やばい、マジか、気まずい。へえ、どうしよう。じゃあね、みんなはちゃんと母親さんに感謝するんだよ。みんなも私も感謝してる。いつもありがとう。 See you。 ありがとう。